それでは時間になりましたので、第2回の講演会の方を、開かせていただきたいと思います。で、本日の講演でございますけれども、本日はウィキペディアの、社会的な役割というような、講演者の方は草川久八さんに来ていただきました。で、草川久八さんはウィキペディアの、編集者の一人でございまして、ウィキペディアの中の人というふうにも言われておりますけれども、ウィキペディアの中の人でなかなか、外でお話をいただく方というのはたくさんいらっしゃるわけではありませんけれども、草川さんはいろんな講演会ですとか、または雑誌に論文というか記事なんかもお書きいただいてですね、でそういうふうな形でウィキペディアの広報というような形にも貢献してくださっていると、こういうような形になっているかと思います。で、情報管理という雑誌がありますけれども、その最初の論文にも今回書いていただいたということもございまして、そういうものを読まれた方につきましてはウィキペディアについて、その内容ですとか、またはその意義役割といったようなものについて、従来よりも深く知ることができたというような、そういう形になっているかと思います。で、本日、ウィキペディアというのが特に、大学生なんかの場合にはその良いという表現と悪いという表現両方ともありますけれども、ウィキペディアが引用文献として使うことが、是か非かなんていう議論があってみたり、またはそういうものを使って最初に探すという出発点として非常にもの便利だというふうな話があってみたり、いろいろなことが言われています。そういうふうな、良きにつけ悪しきにつけ、悪しきではないんですけども、いろんな立場からですね、話題になっているウィキペディアについてお話をいただこうということで、ウィキペディア情報社会における百科事典の読み書きというような、こういうことでお話をいただくことになっております。それでは草川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今お話しいただいたようにウィキペディアの、編集に参加しております。で、ウィキペディアの編集に参加するといっても、とりあえずそれは誰にでもできることなので、多分皆さんと僕との間でそれほど大した違いはないんですけれども、一応何年か、参加して、管理者その他いろいろな役割を、任せてもらっているということで、いろいろ思うこともありまして、今日は話をさせてもらいます。こういうふうに話するのは、僕普段やってるわけではないんで、いろいろ、分かりにくいこととか失敗したりとかするかもしれませんが、よろしくお願いします。皆さんも結構気軽な感じで聞いてください。で、問い合わせをさせてもらいます。日本語版というのはこういうものです。トップページは実は見たことある人あんまりいないかったりもすると思うんですけれども、こういうふうにだいたい案内が出ています。ウィキペディアにようこそというところには、ウィキペディアの、簡単な説明があって、お知らせっていうので、何かあったらそこにいろいろ書いてあって、秀逸な記事っていうのは、みんなでこれは秀逸な記事にしましょうか、これでこのままではダメですかみたいなことをやや言って、秀逸な記事になってもいいよって言ったやつの中から一本ここに載せるやつです。インフォメーションとか検索資料とかっていうのは、だいたいリンク集みたいなものだと思っていただいていいと思います。必要、基本的な文献へのリンクが貼ってあります。上の方に、画面真ん中やや上ぐらいに見える KSAK98 自分の会話っていうの、ログインすると、アカウントを取ってログインするとこういうものが出てきます。自分のページ、自分の会話ページっていう他の人とやり取りするページ、それから、細かい、時間だとかそういうことの設定を変えるページなどへのリンクが貼られます。でこれが僕の、KSAK983 のページです。で、自己紹介みたいなことを、こういうふうにみんな書いたり書いてなかったりします。上のところに日本語版ウィキペディアチェックユーザービューロクラット管理者、あともう一個、オーバーサイトっていうのも、なってるんですけれども、そういう、役割といいましょうか、権限といいましょうか、そういうものを持っています。さっきのページは誰でも書くことができるので、管理者じゃなくても管理者って書けるんですけれども、これは利用者の一覧っていう特別ページっていうのがあって、そこで見ると管理者だとかオーバーサイトだとかチェックユーザーだとかっていうふうにシステム上そういうふうな役割を与えられているっていうのが表示されています。でさっき紹介していただいた、これは情報管理の記事のページです。
ネットで読めますので、気が向いたら読んでみてください。これはその前に書いた、マガジンコーという電子出版を主に扱っている、ウェブマガジンに書いたものです。ウィキメディアカンファレンスジャパンというのを2009年と2010年にやりまして、2009年は東大で結構大規模にやって、2010年の方はグローコムでやや小規模にやりました。その時の報告です。で、管理者っていうのは、ウィキペディアを管理しているわけではなくて、システムオペレーターの役語として管理者というのを当てていると思った方がおそらく正しいのではないでしょうかと思っています。何ができるかっていうと、記事を削除したり、利用者が編集できないようにしたり、その記事を編集できないようにしたりっていうことを操作としてすることができるっていうことになります。僕がこの記事は削除しようっていうふうに決めれるわけではない、管理者はそういう権限があるわけではないっていうのが、ちょっとウィキペディアにある程度参加してない人にとってはややこしいところになるかと思います。何でしょうね、本当に落書きみたいなものだったり、誰かの電話番号が書いてあったりっていうふうな、当然削除すべきものであれば大抵、裁量で、僕が見てこれは誰が見ても、削除すべきと思うだろうっていうことで削除することはありますけれども、それ以外のものについては、みんなで、削除の審議というのをやって、削除というふうな結論が出たところで管理者が削除の操作を行う。この管理者、ウィキペディア管理者という文書にも、そういうことが書いてあります。こういうことができる。で、ウィキペディアっていうのは、ここに書かれているようなものです。インターネット上で作成公開されている音符コンテンツ式の多言語百科事典、ウィキメディア財団の展開する最初の多言語プロジェクトである。ウィキメディア財団っていうのは何かっていうと、要するにウィキペディアのサーバーを管理しているところです。ある程度その方針とかすごく基本的なところについては、ポリシーを出しているものもありますし、理事っていうのがあって理事会でこういうふうになりましたっていうものが出てくることもありますが、基本的には、それぞれの言語の、プロジェクトに参加している人で、運営は自治として行われています。で、例えばウィキペディアっていうのは英語で書かれてるやつもあるし、フランス語で書かれてるやつもあるし、日本語で書かれてるやつもあるんですけれども、日本語であって日本ではない、イギリスやアメリカではなくて英語っていうふうに言語によって分かれています。で、ウィキメディアファウンデーション、ウィキメディア財団のページというのも、ウィキペディアのみたいな感じのインターフェースで、サイトがあります。一部日本語化されていて、こういうふうに読むこともできます。これは、財務表ですね。毎年1回、ジミー・ウェールズからのお願いっていうのは皆さんご覧になったことがあると思うんですけれども、それの、寄付の結果とか、使い道とかそういうのは、ここで公開されています。だから多言語展開っていうのは、今何語ぐらいなんですかね、ちょっと調べてくるの忘れましたが、主要言語はほとんどあります。こういうふうに何書いてあるか全くわからない、イヌクティトゥット語なんていうのもできてます。それからもう一個特徴として、インターネットで作成公開できるし、誰でも編集できる。例えば慶応義塾大学というページがあります。ポイントは見えますかね。編集っていうタブをクリックすると、編集中って言ってここに窓が出てきて編集できるようになります。ブログとか編集したことがある人なら、まあ誰でも編集できると思います。で、一応著作権を侵害する技術は削除されますとか、それから、みんなで編集するときに、著作権法上の問題が出てくるので、ウィキペディアでは、フリーライセンスを採用しているわけですけれども、それへの同意を、ここで取って、ここをクリックすると書き込み編集が反映されるようになってます。で、そのフリーっていうのが、ちょっと分かりにくいところがありまして、
無料で見れるっていうだけではなくて、これ定義があったりするんですね。もう一個、これはプログラマーの世界から出てきた、フリーソフトウェア運動っていうところから出てきた言葉で、ウィキペディアで使っている、GFTL っていうのは、誰でも、変更することはできる、商業的に利用することもできる、その代わり、何を変更したか分かるように、っていうことと、その著作権者、変更したそこの部分には誰かの創作的な寄与があるはずですので、これまでにそこのその文章に携わってきた人全員の名前が、残るようにした上で、新しいバージョンを出せっていうような、ライセンスになっています。で、もともとこの GFDL っていうライセンスをずっと使ってたんですけれども、途中でクリエイティブコモンズの、CC by SA 3.0 アンポテッドっていうやつに変わりました。これがその説明書きですね。フリッカーとかを使っている方だとクリエイティブコモンズのライセンス表っていうのはどこで見たことがあるかもしれません。それから、インターフェースというかソフトウェアとしてはウィキを使っています。メディアウィキっていうのをウィキペディアは使ってますけれども、ウィキっていうのは、メディアウィキだけじゃなくていろんなウィキがあります。ウィキペディアをウィキって略すると、いろんなところから怒られたりするのはそのせいです。これも、これはプキウィキ、これがウィキペディアを使っているメディアウィキで、メディアウィキを使っているサイトでウィキペディアじゃないところ、あるいは、ウィキメディア財団のプロジェクトじゃないところっていうのもあります。これ着ウィキっていうところです。だからメディアウィキをもっと発展させたセマンティックメディアウィキっていうのもあります。これすごい便利なんですけれど、これは、図書館とか博物館とかが、震災を受けてその被害状況を集めようっていう時に始まったセーブ MLK っていうプロジェクトなんですけれども、その時も、そこでは、セマンティックメディアウィキを使いました。で、なぜこういうメディアウィキが必要になるかっていうと、さっき言った通り、誰が変更し、誰の著作物かっていうのを全部記録しないといけないので、そういうのを自動にやってくれる、仕組みのソフトウェアが作られました。メディアウィキっていうのはもともとウィキペディアに対応するために作られた、ソフトウェアでもあります。今はちょっと離れてるんですけどね。で、タイトルに情報社会の云々とありましたけども、じゃあ情報っていうのは何だろうっていうのをまず考えてみると、例えば今その教室を後ろから見てるような感じだとこういう感じですね。で、僕がここにいて、みんな前にいる人が見えたりとかすると、でそこで、どういう服を着てるとかいくつぐらいだなとか、眼鏡をかけているなとか、そういうのを見てこの人はなんかこういう感じなんだろうなっていうのをいろいろ知ることができるわけです。で、そういう情報を教室の中で、例えば今から90分間、授業じゃないね、講演を聞いてるだけでもいろんなものを得ることができます。例えばこの教室は何でできているかとか、明かりは蛍光灯であるとか、そういうものをいっぱい僕らの周りに、囲まれているわけです。さっきのやつとこう、こっちの教室では全然違うわけですよね。で、同じように、今ここで僕がこうやって喋ってるのを、みんなは見ているわけです。で、例えばこういうふうに手を動かしてるっていうことを、情報として受けているかもしれないし、こういう色のシャツを着てるっていうのを情報として受けている。で、こういう喋り方をするとか、何歳ぐらいの人だとか、でそういうのは、皆さんもやっぱり発してるわけですよね。で、この人は何年生ぐらいなんだろうとか、どんな色のシャツを着ているとかっていうのを僕は見て、そういう人がいたんだなっていうことを知ることができる。
それは、まあ、今ここにいる人じゃないと得られない情報であったりもします。そういうふうに今ここじゃないと得られない情報っていうのは、例えば何かが起こったっていうのは、今ここでないとわからない、そこに立ち会わないとできないものです。で、例えばこの公開講座をどうやって知ったかっていうのを考えると、どっかに掲示されていたのかもしれない。で、その掲示してたのを見てたんだけれども、それは誰か他の人が、誰かがこのネット講座の告知を見ていたっていうのを見ていなければ、あなたがそれを見ていたっていうことはわからないわけですね。ところが、このサイトを見て知ったっていうような人だったりすると、おそらくこのサイトにアクセスした記録っていうのが残ってます。で、それによって、その発信元によって、誰が何時頃にこのサイトを見たかっていうのを知ることができるかもしれない。で、ツイッターでこれを見たっていうような人だと、自分のアカウントでこれをリツイートしたりとかしていると、いつ、この情報をあなたが知ったかっていうのを確認することは誰にでもできるようになってしまいます。そういうふうに、本当はそこにいなければ分からなかった情報っていうのがたくさんあるんだけれども、それは僕らは大抵忘れていきます。ところが、それを固定することによって、他の誰かが見ることもできるようになるし、他の出来事と結びつけて考えるようになっていきます。固定することによって保存することができる。固定したそれを動かすことによって、ここにいない人も見ることができるようになる。複製すれば、いろんな、よりたくさんの人が、それを見ることができる。いろんな情報を同じところに集めたら、一つだけではわからないものっていう、わからなかったことがわかるようになっていくかもしれない。で、さっきいくつか教室の写真っていうのを見てもらいましたけれども、こういう写真、同じように教室に、人がたくさん集まっている写真ではあるんですけれども、この1930年代のダバオ日本人小学校の教室っていうのを見ると、さっきの、どっかの大学の授業の様子っていうのとはまた何か違ったものが見えてくるところがあります。ある種の時代性であったり、当時の、教育政策みたいなことを読み取ることもできるかもしれない。ものとして残っているものっていうのがあります。で、こういう地層がそのまま見えているような島なんかを見ると、これ何年前のものかわからないですけれども、地球で何が起こったかっていうのが見えてきます。これは、独立宣言の、オリジナルなのかな。で、こういうものが残っていると、何を考えてどういうふうに宣言をしたためたのかっていうのが見えてきます。これは、飛行機を、初めて飛行機で空を飛んだライト兄弟の日記っていうものがあります。どっかで展示されていたものなんですけれども、これを、読むことで、当時ライト兄弟のどっちかが、どういうことを思ったかっていうのを、何十年も、もう100年以上ですかね、経った僕たちもある程度知ることができるようになる。で、そういうものを記録している場所として図書館であったり、文書館であったり博物館であったりっていうのがあります。で、そういうふうに記録を取ることで分かることっていうのはたくさんあるので、記録は取る方が望ましいんだけれども、全部取ると大変なことになるので、いろいろ選ばなければいけない。で、取らなければならないものを取った方が良かったもので、取られていなかったりすると、こういうふうにニュースになるわけ。で、さっきもちょっと話に出しましたけれども、インターネットを使っていると勝手に記録されるものっていうのもいくつかあります。これはネットに転がっていたどっかのページからスナップしたものなんですけれども、どこかの IP アドレスからどういうブラウザを使っていつアクセスしたかっていうのを見ることができます。で、この、アドレスと、ブラウザの情報を他でも見たりすると、この人はこういう思考があるんだなとか、こういう行動様式なんだなっていうことが見えてきたりします。それはある時にはいいことだったり、ある時には悪いことだったりする。そういうふうに記録がたくさんあると、
記録あるいは固定されたものがたくさんあると、便利なこともたくさんあります。これはウィキペディア研究、ウィキペディアを使った情報学系の方の研究なんですけれども、ウィキペディアで使っている単語がどういうふうな関係になっているかっていうのをリンク構造から、可視化したものです。この他にも、やっぱりリンク構造とか、あとカテゴリー構造から、なんだろう、分類のやり方を、独自に図書館の分類法とは違った分類の仕方みたいなのを作ったものが実装されているところもあります。でこれは、ウィキチェッカーというサイトです。ウィキペディアで活動していると、さっき、僕は KSAK98 なんですけれども、この利用者名のところに KSAK98 っていうのを入れると、僕が何時頃に、よく活動しているかとか、何曜日によく活動しているかとか、そういうのが全部出てくるサイトがあります。さっき見た通り、ウィキペディアで編集したものは全部、記録が残っているので、それを全部引っ張ってきて、処理すればそういうことを出すことができます。何年か前に、ウィキスキャナーっていうのが出てきて、どっかの館長からガンダムを編集してたとかっていうのですごい話題になったこともあるんですけれども、ウィキペディアは全部記録しているので、そういうことができてしまうわけです。でそういうのが社会的に問題になるっていうこともあります。でこれは高木博光さんという方の、個人のブログですけれども、高木最近ちょっと手を引くような宣言をされてしまったんですけれども、それ個人情報がどういうふうに、記録されるか、どういうふうに記録されると問題か、どういうふうに使われる可能性があるかというのをずっと、ここ数年追いかけてた、記録がこのブログから読むことができます。だから記録されてしまったものを、今度は消去できるかどうか、書かれたところを管理しているところがずっと活動してたり、活動していてくれればそれを消してくださいっていうこともできるんですけれども、どこに言ったらいいかわからないとか、今管理しているのがどこになっているのかわからないとかっていうことは多々あります。それから、何でしょうね、例えば事件があってそこで容疑者として報道された、実名を報道された、でその瞬間はこれまでの、報道の理屈から言うと、一応理があるので新聞なんかは容疑者の名前を実名で書くんですけれども、その新聞っていうのはこれまで、数日で、手に入らなくなるわけですね。同じように、週刊誌であっても、その次の号の発売日が来ればもう市場からは消えていたんだけれども、インターネットではそれが残ってしまう、しかも何年も何年も残ってしまう。それをどういうふうにしたらいいかということで、ここ数年ヨーロッパで、頻繁に、話題になっているのがこの忘却権、忘れられる権利というものなんですけれども、ウィキペディアの場合もこれと同じ問題がありまして、とりあえずは、当面はその個人名が書かれたものはその時点で、削除するというような方向で対処しているんですけれども、それが法的に実際どうなるかっていうのは判例も何もまだ出てきていないので、ちょっとどうなるかわからないんですね。そういう問題を、僕らに直面してしまうっていうような、現場でもあります。で、情報社会、情報化社会っていう言葉もあります。そういう情報が、たくさん私たちの周りに満ち溢れているっていうことが、特にインターネットあるいはコンピューターの登場によって、顕在化してしまう、そこで、得られるもの、あるいは問題となるものが顕在化した社会っていうような意味だと思ってください。これを多分統括的に、包括的に、問題を可視化してくれたのは ISD っていうプロジェクトだったと思います。東さんがグロコムでやって、その後書籍にもなりました。これは多分このネットナウのシリーズの筆者さんともかなり重なっているところがあるので、
副読本的にこれは読んでいただいた方が面白いのかなと思うんですけれども、でさっきの高木さんの高木さんもここに出てきています。最初の4回分の、ラインナップを見ていただければ、それから石橋さんの方にしてもインターネットの設計過程というのと言われましても、設計過程、インターネットの設計過程というのは普段そうそう考えるものではない。だからこの八田さんが話されているのも、その著作権上の、著作権法上、自由には使えないものを著作権者が自由に使うためのライセンスについての話を書かれています。それをパッと読んで、理解するというのは相当大変なことだったりするんですね。でそのために、ここではキーワード集っていうのが作られてました。おそらく前回話題として出てきたと思うんですけども、アーキテクチャっていうのもここで、説明されています。でこのアーキテクチャっていうのも、複数の専門領域で、それぞれに、微妙な定義が異なる意味を持っています。そういうものを、僕らって今僕が言っているのは別にそれぞれの分野の専門家ではないものとしての僕でありらっていうのは、今大学に入って間もない、特に何か専門分野について、当然知っていなければならないものを当然知っているような立場ではないみんなは、いきなりアーキテクチャって言われて、あ、それはあれだよね、あれとあれだよねっていうようなことは分かんないわけですよね。でそれを、こういうふうにキーワードで説明してくれている。このキーワードに出てくる単語っていうのはこういうものです。でここでは例えば誰かが何とかっていう本で言った何とかっていう表現っていうものも含まれてますし、2チャンネルみたいに、誰でも一応は知ってるだろうけれども、実際にそこで書き込みをしたり、恒常的にそれを読んだりしていないとどういうものかっていうのを人によって受け取り方が変わるようなものっていうのも含まれています。でこういうものを、たくさん積み重ねて、ある話を、ISED の中ではしているわけですね。でその元となる部分を共有していないとそれは全くわからないかもしれない。でもその元となる部分をある程度共有されるものとして考えられるわけです。その元として共有される部分っていうのは一歩そこに踏み込んだ人にとってはそこそこ常識であるはずのものですよね。でそれを、僕らはどういうふうに知っていくかっていうのがこれから先ちょっと話していくこと。でそういうものを知らないと、これから先、生きにくい社会になっていく、あるいはすでになっているっていうようなことは、ことを、いくつか、その国の白書から見ていこうと思います。一つは科学技術白書です。今世の中にはすごいたくさんの科学を使ったものっていうのがあって、でその科学っていうのはそうそうわからないレベルのものになってしまっています。僕が子どもの頃とかだとテレビっていうのは叩けば治るものだったりとかしたんですけれども、今液晶テレビを叩いて治ると思う人は多分いないと思うんですね。で同じようなことは医療の世界でもあって、こんなもん風邪だと思って、まあ、そのまま死んだらそれはそれで残念だったなみたいなことで終わってた世の中っていうのも昔はあったんだけれども、今は、こういう治療があるとかこういう治療があるとか、あるいはこれまでは風邪だと思われていたけれども実はなんとかっていう病気だっていうようなことは、が分かるようになってきて、僕ら知らなければいけないらしいものっていうのはすごい増えてるわけです。でそこで、そういうふうに、こっちは、教育審議会から抜いてきた表現なんですけれども、一方でそういう知識をもとにして次の新しい何かを作る、新しい何かを生み出して、一方ではそういう利益だったり文化だったり経済だったりっていうものにつなげていこうっていうような発想も生まれています。でそれは、同じように知識基盤社会という言葉を使っています。で今から見ると知識基盤社会っていうのはどっちかというとこの中距心の文脈で使われている言葉として、理解されることが多いです。障害教育とかの分野で知識
基盤社会におけるなとかっていうような感じで出てきます。でこれは文部科学白書ですね。ここでも同じようなことが書かれています。職業に求められる専門知識が高度化多様化していると。で同じ仕事をずっとやっていくんでも新しい技術についていかなければいけない。これはさっき言った障害学習ですね。要するにグローバル化したり情報化したりとかして、一人一人がいろんな力を身につけていかなければならない。で社会の隅々に科学があって、それを知らないと、深刻な場合には命に関わっていく。でそれを全部、僕らが身につけることっていうのはおそらく不可能なんじゃないかというレベルに達していると思うんですけれども、いろんなことで日常的に困るわけですよね。特に最近だとその低線量被曝がどうなるかっていうようなことは、いろんな人が気にしていて、いろんな人がこういうふうになこうだっていうんだけれども、どれが正しいかっていうのを判断するのはとても難しい。でそれ以前から、ただ子供が難病にかかった時のお父さんとかお母さんっていうのは、その病気をどうすれば治るかっていうことについてすごい一生懸命調べている方っていうのがいらっしゃるわけです。ここ最近、ここ数年と言ってもいいと思いますけれども、学術論文を比較的ネットで読むことができるようになってきて、そういうところでダウンロード数が多いのは、そういう子どもの教育だとか子どもの病気に関するものだったりします。でおそらくそのお父さんとかお母さんとかっていうのは、別に医者だからそれを調べているわけじゃなくて、お父さんだからお母さんだから、その医学的な素養は持たずともそれを調べているわけですね。そういうふうにして、非常に専門的な知識を、得なければならない切実な状況っていうのは生じている。でそれと同時に、もっと普通にというか、漫画を読んでいたりとかしてわからないことっていうのが出てくることもある。で何が面白いかっていうのが、いうのはある程度同じ文化を共有していたり、同じ感覚を共有していたりするところで、面白さっていうのが出てくるところもありますけれども、いやその文化の外にいる人が、そこに興味を持った時にわからないものっていうのは出てくるわけです。でそれを知るための、何かっていうのが、これまでは分かんなかったで済ませられたかもしれないんだけれども、それを調べれば分かるような、状態にはなってきて、それをどうやって、あるいはどこから調べるのか、でそれと同時にそれが正しいかどうかっていう、こともあるわけです。情報を得たと思ってもそれが間違っていたら、後で困るわけです。で知ってるっていうのはどういうことか、で例えば自分で経験したものとか体験したものっていうのを知っているっていうこともあります。哲学とかだとそういうものを非常に重視していたりする。で一方既存の知識を獲得して知っているっていうふうに言うこともあります。それから自分で考えたこと、自分で考えてこれはこうなんだと思ったっていうのも知っているっていうふうに言われることがあります。で正しいっていうのは何かっていう、東京でディズニーランドは千葉にあるっていうのが正しいかどうかっていうのを考えると、一番上ちょっと、書き足そうと思ってて忘れたんですけれども、例えばカイロにディズニーランドがあったとして、カイロの近くに千葉に相当する都市が何かあったとして、カイロディズニーランドはどこそこにあるって言われても、それが正しいかどうかっていうのは、東京ディズニーランドが千葉にあるっていうほどは僕らには分からないわけですね。だから東京タワーは千葉公園にあるっていうのは、東京ディズニーランドは千葉にあるっていうのとほぼ同じような構造で、しかも東京と千葉公園っていうのは違うにもかかわらず、東京タワー千葉公園にあるっていうのは間違いではないし、間違いだとあんまり東京に住んでる人は思わないわけです。でそういうふうにその周辺的な知識っていうのが、実はこの東京ディズニーランドは千葉にあるっていうことが正しいかどうかっていうのを、予備知識として必要になってくる。それから普通に表現として、慶応義塾大学は日吉にある、これは多分正しいんですけれども、この表現をしていると三田にないように思われる。なので、おそらく日吉に
慶応義塾大学はあるっていうことならこれは正しいと言えるんだけれども、慶応義塾大学は日吉にあるというこの文章表現は正しいかどうかというとちょっと疑問が出てくると思うんですね。でそういうふうな表現上の問題と論理的な問題っていうのでちょっと違いがあるっていうところは押さえておいた方がいいと思います。で東京ディズニーランドは千葉にあるっていうのは、何を言ってるかっていうと、今言ったようなことを踏まえると施設名である東京ディズニーランドは東京都を連想させる東京名所に一部に持つにもかかわらず千葉県にある他にはないっていうようなことを、僕ら考えて、それが正しいかどうかを考えるわけです。でその正しいかどうかっていうのは、どうやって調べるかっていうとウィキペディアに書いてあるとか友達が言ってたとか、言ったことがあるとかっていうことでは、それが正しいだから正しいだろうと言ってもなかなか、受け入れてはもらえないものだと思うんですね。でこれは、ヤフー知恵袋その他、でやっぱり問いかけをして、これはどちらかというとなぜかっていう理由を問いかけているものなんですけれども、じゃあこれなら正しいかというとそうとも限らない。じゃあどうするかというと、これはウィキペディアに載っている地図です。この地図で見ると千葉県にあるということが、分かりますけれども、じゃあこれで正しいと言えるか。だからこれは、ウィキペディアに参加している人が作った地図で、この人を信用するならば、千葉にあるらしいということは分かります。しかし、この人が正しい地図を作ったかどうかということを信用するかどうかというのはまた別の問題ですね。じゃあ Google マップならいいのか、マピオンならいいのか。でおそらくマピオンとか、Google マップであれば、現地を実測しているだろうとかっていうようなことは考えられます。それからオフィシャルサイトに載っている住所、これは比較的信頼できそうかなとも思います。ここには千葉県と書いてあります。ただし、インターネットで見ている限り、偽装の問題というのは出てきます。これは非常に有名なあのドメイン名で、引っ掛けをするものとしてずっと昔から例示されているものなんですけれども、ホワイトハウスオルグっていう、アドレスなんだけれども、これはホワイトハウスではなくて、ホワイトハウスは本当はホワイトハウスクラブなんですね。でそういうこういうようなことが、さっきの東京ディズニーランドではないのかっていうのは何とも言えない。それからもっと、露骨にハックしていたりすることっていうのもあるかもしれない。それからどこそこにあるっていうのはどういうことか。おそらくそのどこそこにあるっていうためには、構図とか登記を調べるっていうのが、多分一番真実に近いものということになるんじゃないかと思います。でその上でそれが実際にどうなってるかっていうのを現地で見るっていうようなことが、多分何とかがどこにあるっていうことを意味することになる。じゃあそれを、それがその地図なりサイトに反映されているかどうかっていうのを本来は確認するんだけれども、その確認をしているっていうのをしようと思うと相当な労力になると思うんです。でなんだけれど、それをそのサイトを運営している人を信用する、あるいは地図を作っている人を信用するっていう形でその労力を惜しんでそれを正しいとみなしているっていうのが多分今僕らが普段使っている正しいっていう言葉の、意味だと思うんです。その程度の、それぐらいのことで一応正しいというふうに見なして僕たちは生きている。で同じようにこれは 6×9 は54である、これも多分正しいんだけれども、これはどういうふうに考えれば正しいと、分かるかっていうのを考えると6を9回実際に足して54なので正しいっていうのふうに思うんですね。なんだけれども実際に 6を9回足したことがある人っていうのはほとんどいないと思うんです。で僕らは実際には 6×9 っていうのは54っていうふうに、子供の頃に覚えて 6×9 は54であると、で 6×9 が55って書いてあったらそれは間違いだっていうふうに判断している。
でもそれは実は記憶の間違いかもしれない。で同じように、もっと基本的なところで言うと 1+1=2 っていうのは、おそらく明らかに正しいと言ってしまうんだけれども、出てこない、1+1 を証明するのに、昔の人は700ページほどを費やしたものがあります。あの本当の、純粋数学かな、高等数学っていうのかな、その分野だとそういうふうに、それだけの証明を使って 1+1=2 っていうのを導いています。でそういうふうに、なんだろうね、東京ディズニーランドのような輪がどこにあるかっていうようなことも、あるいは 6×9 はいくつかっていうようなことでも、そうそう自分たちでそれが正しいっていうことを、確認することはできません。なのですでにある知識、誰かが、きっちり証明したものをどこかから獲得するっていうことで僕らは大抵正しいっていうふうに判断します。だとするとそれはどこからかっていうところが問題になってきます。で、これ情報の流通とか情報の流れっていうふうに右上に書いてあると思うんですけれども、何か事象事実出来事あるいは資料資料っていうのは何を言いたいかっていうと、鎌倉幕府が何年にできましたっていうのは、実は鎌倉幕府が何年にできたっていうのを僕たちは確認できないんですね。でいろんな、資料を総合的に考えたら何年だっていうふうに判断する。その資料を読むには、その資料を読むための基礎知識っていうのが必要になってきます。それから、例えば事件があったときに、その事件の関係者当事者に、どういうふうになったんですかっていうのを聞くのは、これは警察だとか、そういう公的機関が捜査権を持ってやらないと本人たちは喋りたくないかもしれない。それから資料しでそれに対して、それを信用できない、あるいはそれだけでは足りないと思う人たちが、ジャーナリストとしてそれを調査するわけです。でそれを、報道として、大きなメディアが僕たちのところに伝えてきた。で例えば裁判の記録なんかだと、こちらから積極的にそれを見ようと思えば見ることができるものもありました。それから研究者の成果っていうのは論文という形で発表されます。で論文は、これ大抵、公共図書館なんかでは見ることはできませんし、自分の家に届けてくれるということもありません。論文を見ようと思ったら、大学図書館に行くか国会図書館に行くかという形でこちらから動けば、見ることができるようになっていました。見ることができるものもありました。でそこには例えば合格の壁というものもあります。でそういうふうな形で僕らは情報を得て、あるいはこちらから獲得することができていたわけです。でその報道機関というのがこれまでは、広く伝えるためには相当の、インフラが必要だったんだけれども、インターネットになって、いろんな立場の人、専門家ではなくとも、あるいはこれまで自費出版という形で、自費を投じて、世の中に通っていたものが、それほど費用をかけずに、僕たちのところに情報を届けることができるようになってきます。でその情報源の性質っていうのをどういうふうに見るかっていうところがここで大事になってきます。でウィキペディアっていうのはオンラインのフリーの百科事典で、それはどういうか、どういう意味かっていうと、専門書とか教科書とか辞典とか紙の百科事典とかタウンページとか人名録とかこういうものではないっていう意味で、オンラインのフリーの百科事典です。で情報源の性質として、あらかじめ僕らはこのウィキペディアが誰でも編集ものだという、編集できるものだということを知っています。あるいはこれを知った上でウィキペディアを使うというのが、情報源の性質を判断する上で大事になります。で他の、百科事典とか論文というのはそれぞれにそれぞれの性質があります。例えば報道だったりとかするとそれほど時間をかけずに、次の日の新聞、次の日の朝刊に間に合わせなければいけないみたいなことがあるので、その分精密な取材っていうのはある程度犠牲になるところがあります。それから論文専門書だと、そ
それを読んで分かる人のために書かれているわけですから、僕らが突然読んだところでどこまで分かるかっていうのは分からない、あるいはそれを読んで分かったと思ってもそこに誤解があるかもしれません。そういうふうな違いっていうのがそれぞれにあります。で、ウィキペディアがどういうものかっていうのは、ウィキペディアではウィキペディアは何でないかっていう文章で書かれています。これ次にあるかな。ウィキペディアは辞書ではありませんとか、独自の考えを発表する場ではありませんとか、そういうふうに規定されています。ウィキペディアを編集する人たちはこれを踏まえた上で、編集しています。ここに、目次としていろいろ並んでいるのが見えるかと思います。で、ウィキペディアの方ではいくつか、免責事項として、言い訳をあらかじめしています。ページの一番下、これはトップページの一番下なんですけれども、免責事項というのが一番下真ん中ぐらいにあるのが見えると思います。この裏、免責事項というページに飛びます。ウィキペディア日本語版の理由はご自分の責任で、本サイトはあなたに対して何も保証しませんと言っています。ウィキペディアを使うときには、自分には何も保証されないと思って使ってほしいというふうにウィキペディアの方は考えています。提供する情報についても、本サイトが提供する情報に関しては合法性、正確性、安全性などいかなる保証もされませんと書いています。そういう情報源によって、情報源が何かっていうのが正しさがどの程度かっていうようなことの指標として使われるようにな使うえとして使わざるを得ない状況に僕たちはあります。でそのために情報源をどこからか、情報源が何かっていうのを示してほしい、あるいは自分が情報を提供する場合は情報源を示すっていうようなことが、特に大事になります。そうやって情報源を示すことっていうのはウィキペディアでも重視されています。どういうふうにやってるかっていうと、これはチンドン屋という、チンドン屋の記事で、僕が書いたものなんです、僕が主に書いたものなんですけれども、脚注でこういうふうに、いろんな文献を挙げています。参考文献としてこういうものを挙げています。結構これを書いた時は、70年代から80年代にその日本の大衆文化みたいなところへの関心が一時期高まったっていうの と、1990年前後に、いわゆるワールドミュージックというのが流行った時期に、いくらか、チンドン屋に関する文献というのが出てきました。でその他については、読めるかな、花月亭栗丸のものなんかは、上方という、古い、雑誌に載っているものですし、他にも確か明治期に出てた雑誌を国会図書館から取り寄せたりしたものもあるし、国立音大のどっかの研究室の発表資料を使ったりっていうのもしています。そういうふうな、参考文献を示すことで、ここに書いてあることは、それを見て書いたんだと。でそれによって、僕がチンドン屋の専門家ではなくとも、ある程度信頼できる情報を提供できるのではないか、あるいはそこに、それが間違いであると疑う人がいるならば、その元の資料を確認することができるようになる。それによってより詳しく調べたい人、あるいは別の観点から調べたい人はそっちを参照することができるようになる。でそのバンドエイドですね。でさっきから時々言ってる通り、いろんなものを自分で僕らが調べたり、考えたりするっていうのは相当難しい。でそれは、それに似たようなことを、ハーバート・サイモンさんっていう人の概念で認知限界という言葉があります。で他の分野でも同じような同じような概念が確かあったと思うんですけれども、
要するに僕らはある程度限界がある。で例えばそうですね、中世の何かを研究している人にとってはその中世からの教会のなんとかっていう教会にある文献のここの前置詞の綴りの違いがなんとかっていうのはすごい大事なんだろうけれども、僕らはそこまでは踏み込まない。ただその前置詞を研究して何が正しいかと思うと思ったら、それは一人の研究者が生涯かけてやるようなものだったりするわけですね。でそれをいちいち僕らが、何かするためにそれを、その研究者と同じような労力をかけてやることはできない。それだけの、情報処理能力は僕らはないっていうことをとりあえず前提として考えましょう。でそういう時には百科事典を使うのが、便利であります。で左にあるのは、フランス百科全書のエンサイクロペディアの項目です。右はブリタニカですね。ただこの百科事典っていうのも、例えば平凡社の世界大百科事典っていうのはおそらく日本では有数の百科事典の一つですし、歴史も信頼度も非常に高いと思うんですけれども、全34巻を自宅に抱えて、28万を払うことができる人というのは、今それほどいないと思うんですね。そこが、トレードオフと言いましょうか。ウィキペディアの場合だと、ね、とりあえずネットにつながれば見れると。その代わり、世界大百科事典ほど、信頼性は高くない。じゃあどっちを使うか、それが自分が知りたいこと、あるいはそれの深刻さに対して百科事典を調べなければならないと思うか、ウィキペディアでいいやと思うかっていうふうな判断をするのが大事なんだと思います。でバンドエイドって商標なのでちょっとと思ったんですけれどもで、まあ、最善ではないと思うんですね。で専門的な治療法ではない。本当は病院行った方がいい場合病院行かなきゃいけないと思うんですけれども、ひとまずそれまで、バンドエイドを貼ることはできる。それからバンドエイドを貼るだけならば医者じゃなくてもできます。ウィキペディアに書かれていること、あるいは百科事典に書かれていることっていうのはいろんな分野の最新のことではなくて、いろんな分野の常識的なことにとどまるものだと思います。それならばその分野の専門家ではなくともその常識のところまでは、いろんな文献があってそれを読んで、できれば複数読んで、それをまとめていくことによって書くことも多分できるだろう。それがウィキペディアの限界でもあり、ウィキペディアならできる、ギリギリのところだと思うんですね。でただそのバンドエイドみたいなものであっても、とても役に立つことっていうのはあります。震災直後のウィキペディア日本語版へのアクセス状況っていうのを、ウィキペディアよりは他のウィキメディアの、プロジェクトで活動している二宮君っていう、彼はまだ学生、今年から院生なのかな、なんですけれども、去年サイエンスアゴラでウィキペディアについてちょっと話した時に、まとめてもらったものがあります。さっきも言った通り、ウィキペディアはいろんなものが公開されているので、統計を取るのは比較的、その情報処理の技術があればあんまり難しいことではないんですけれども、去年の3月11日の、閲覧回数の上位10項目です。3月12日になると原発関係が増えました。炉心養殖で70万とかっていう人が、少なく、とりあえずはウィキペディアを見ていくらかはそこで情報を得てくれたんだろうと思います。この60万という数はかなり大きい数だと思うんですけれど、ただこれ、普段はこんな感じですこの違いがすごいと思うんですけれど逆に言うとこれ普段見てた人、つまり普段ウィキペディアを見てる人が、3月11日3月12日になって俺たちがいつも使ってるウィキペディアでっていうふうなことではないんですよね多分とにかくネットにつながったから Google を見て、上の方に出てきたウィキペディアを見たっていう人が11日12日には多かったんだろうと思うんです。でそういう人たちにとって、じゃあ近くの図書館に行って
地震とは、地震とは何かとか災害とは何かっていう本を読むのに比べたら、ウィキペディアを見ることでだけでも得られたものっていうのは大きいと思いますし、図書館に行くだけでも大変な地域というのはまだまだたくさん残っていますから、そういう違い、そういうメディアの違いといいましょうか、情報を得る場所の違いはその信頼性だけで測れるものではないんですね。で特に地震とか、なんだろうね、セシウムの同位体の記事なんかだとあんまり いたずらが入る余地はないし、あんまり偏った考えの人が入り込む余地はないので、そんなに間違ったことは書かれない。書く側からすると、ウィキペディアの記事内容に三大方針というのがあります。で一つが検証可能性というものです。とにかく何見て書いたか書いてくれと。それによって、読む人は間違いかどうかを確かめることができる。それからこの記事をどの程度信頼できるかどうかを測ることもできます。その資料が何だろうね、例えば、すごい初学者向けの普通の分かりやすく書いた本なのか、専門書なのか、新書なのか、あるいはそこにその元にしているものが例えば60年前の専門書だと、情報は当然古くなっています。でそれと例えば最新の新書だとどっちがどうなのかみたいな問題はもちろんこの検証可能性という方針からどっちがいいということはないんですけれども、読む側はそれを判断して読むことができるようになります。それと独自研究は載せないという方針があります。あなたの感想はいりませんっていうことなんですけれども、例えばですね、ももクロの最新作は最高だいやあなたがそう思ったのは分かりましたっていうようなことを百科事典に書かれても困るわけです。ただそれは何でしょうね、非常に有名な音楽評論家がももクロの最新作は史上最高だと言ったっていうことならば、それはそれで、バリューがある、情報になります。でそこで、さっきの検証可能性っていうのが効いてくるわけですね。誰かがこういうふうに言った、その誰かっていうのがとても重要な人物であればそれは掲載するに足るだろう。それを挙げられない、そのウィキペディアの編集者が考えたことであるならばそれは載せる必要がない。それともう一つ、この独自研究が載せないっていうのがいう方針でウィキペディアから排除しているのはいわゆるとんでもです。魏志倭人伝を、どんどん引用して邪馬台国がどこにあるっていうことを考える人っていうのは世の中にいっぱいいるわけですけれども、その魏志倭人伝をどういうふうに読むか、当時の資料はどういうふうに読むかっていうのを知らずに書かれても困る。なので、魏志倭人伝だけを根拠として邪馬台国はどこそこにあるのか正しいって書かれてもそれは、ウィキペディアから排除されます。そうではなく魏志倭人伝をもとに、邪馬台国はここだと書いた、専門家の信頼できる本があればそれを理由にして、掲載することができます。もう一つ中立的な観点という方針があります。これは要するに偏るなっていうことなんですけれども、2つの対立している意見があるときに、それぞれの人は、こっちが正しい、こっちが中立だっていうふうに言うと思うんだけれども、ウィキペディアではこういう考えとこういう考えがあるっていうふうに両論併記をしてください。ただしそれは世の中で、強い方はちゃんと強く、弱い方は弱く、取るに足らない少数意見っていうのは別に載せなくてもいいですっていうふうに、最終的な結論を僕たちウィキペディアの編集者が出さないように、落とし込んでいます。そういう方針です。でこの3つを、ウィキペディアの編集者は一応気にしながら書くということになっています。でこれをあえて無視する人もいますし、これを、じゃあこれに従うっていうことはどういうことなのかっていうのが、十分分かっていない編集者もいます。で実際例えば検証可能性を
完全に満たして最善の百科事典、百科事典の文章として最善のものっていうのがどういうものかっていうのは、おそらくここにいらっしゃる先生方にとってもかなり難しいものになると思います。つまり信頼性を高めるためには、できれば一次資料、歴史資料なら歴史資料が何とかっていうものが何とか何とか何とかっていうものをちゃんと上げていく方が望ましいんですけれども、それを見るだけでは、いろんな解釈の仕方があるわけです。だとすると、それをどういうふうに読むかっていう基本的なところを、別な資料で探すか、あるいはこれはこういうふうに読んで、こういうふうに読んで、こういうふうに読んでっていうようなところを書いた論文を示すっていうことが適切になってきます。ただ今度はそれを、読者が検証できるか、実際に検証できるかっていうとかなり難しくなります。アクセスが相当難しくなります。だとするとそれよりもより入門書的なものを示す方が読者にとっては、丁寧な文献の、指示っていうことになっていきます。これをじゃあ全部読んで全部最適な、その中から最適なものを示すっていうのは、これもまた相当な労力がかかります。普通に百科事典を書くっていうだけのものではなくなってしまいます。でそういうふうなことをウィキペディアの、熱心に記事を書いている人たちっていうのは少しずつ考えて、少しずつ、こましな状況に持っていっています。でそういうふうな、状態なので、ウィキペディアの記事っていうのは基本的に未完成ですし、不十分なところっていうのもいっぱい残っていますけれども、そういうものだとして使う分にはそれなりに役に立つ、そういうふうに考えて皆さんもウィキペディアを使っていただければと思います。おそらく学生という立場だとレポートに使いたくなるっていう気持ちは分かるんですけれども、多分使うとバレるんですね。ウィキペディアからコピペするっていうのは先生も分かるんで、なので、まあ最初に読んでちゃんとしてそうだったら、そこに上がってる文献を読み直してちゃんと書けばまあいいんじゃないでしょうかと思います。と同時に、ウィキペディアに参加している側からすると、それで分かったこと、あるいはそれで最初に見たのと間違ってたなら、それを、直してもらえると、次に読む人の、役に立つ、そういう細かい、貢献の積み重ねでウィキペディアっていうのは成り立っているので、それに参加してくれることを、期待します。ひとまず講演っぽい話はこれまでにしましょう。はい、ありがとうございます。実際にウィキペディアの中の話というか、どういうふうに運営しているか、もしくは管理しているかというようなお話が中心でしたけれども、皆さんのお聞きしたい中身というのが他にも広がるのかもしれません。質問その他があれば受けたいと思うんですけれども、あったら質問手を挙げてください。どうぞ。ありがとうございました。お伺いしたいのが1個だけあって、はい、今ってその文献の紹介っていうのが基本的に実際の本、紙媒体の本だったりっていうのがメインだと思うんですけど、今後電子書籍が結構どんどん増えてきていて、実際に電子書籍だけで出る雑誌だったりとか本だったりとか、そういうふうなもの、しかもそれがフリーでできてくる可能性がすごい高まってくるかなっていうふうに個人的に。フリーっていうのは？お金無料で見れるとか、そういうふうなのになってくると思うんですけど、今後なんかそういうふうなただで見れて、しかも信用に足るようなものとかと連携をして、例えばウィキペディアからそこをまあ、例えばクリックしたりとかすると、そこがまとまって並ぶようになるとか、そういうふうな電子書籍とのなんか連携とかって今後どうなっていくかとかってありますか？電子書籍っていうに、おかけになって、電子書籍っていうのは、電子書籍とは何かっていう非常に難しい問題がありまして、フリーでサクッと読めるような電子書籍って、多分今のウェブっていうかホームページっていうかサイトっていうか、それすでに電子書籍だと思うんですね。 HTM で書かれているっていうだけで、
でそういうものとの連携っていうのは要するにウィキペディア側からすればリンクを貼るっていうことぐらいしかなくて、それはなぜかっていうとウィキペディアが提供しているものは全て GFDL またはクリエイティブコモンズのライセンスに従って、CC by SA つまり、商用利用ができて改変を許すものでなければならないっていうことがありまして、でそこまで許してくれる電子書籍があればその電子書籍をウィキペディアに取り込むことができます。逆にウィキペディアがの内容を、そっちの電子書籍が使うこともできます。でそれ以上の何かっていうことについてだと、それはそのメディアが出てこないと何とも言えないっていうのと、その一応百科事典としてのクオリティで、連携をするに足るだけの、つまり、本文ウィキペディアの本文の中で、連携をするに足りる信頼性っていうことになるとかなり高いものにならざるを得ないんですよね。だからあからさまな連携っていうのはあんまり可能性はないと思います。でもうちょっと引いたところで、例えば QR コードの使い方みたいな、これは図書館とか博物館で、日本ではまだ例がないんですけども、海外でいくつか例があって、この展示しているこれに、QR コードが近くに書いてあって、それを、スマートフォンとかでピッてやるとその作家だとかその作品についての記事が表示されるようになっているようなものはような取り組みはあります。で多分これから先あるいはすでに なされているような連携っていうのは図書館とか美術館とか博物館とかっていうのが多いですね。大英博物館と一緒に何かやったりっていうのはすでにあります。国内でもじゃあ国家図書館とか何、まあ、かやりませんかみたいなことは考えてはいるけど、まだ行動に移してないって感じですかね。はい、いいですか。はい、他にありますか。僕の方からも聞いていいですかね。はい、はい、これさっき面積のお話が出てますけれども、はい、面積って掲げといたらで OK なんですかね。なんとなくウィキペディア面積を掲げてるのはいつも面積書いてあるなと思いながら見てるんですけどね。あれどれぐらい浸透してるっていうふうに、まあ、管理というか中の人は思ってるものなんですか。あ、分かんないですね。多分あの面積法的な効力は多分ないですよね。ただそれでじゃあ、要するにみんなが編集してる編集できるっていうのは分かっぐらいは分かるとして、それで普通のレベルでの間違いがあった場合にじゃあ責任を問われるかっていうと、まあ責任も問われないだろうと。でそれ以外、名誉毀損とかそういうレベルについては面積でごまかしてるわけではなくて、まあ、名誉毀損になるような書き込みがあったら多分その書いた人、少なくともその書き込みをした人は責任を負わされるだろうとは思っているので、なのであの面積事項そのものはクリティカルなものにはどっちの意味にもならないだろうけれど、サイトを読む人、それは別にウィキペディアであろうが、ヤフーであろうがグーグルであろうが、面積事項に目を通すっていうのはそれこそネットナウな時代には特に自分の情報を明らかにするような場合とか自分の何か重要な判断について役立てるような場合には読んでおいた方がいいものですよねっていう感じですかね。ガイドみたいな感じですかね。うん、それがないと例えば日記を書いてて著作権はその運営会社に譲渡しますみたいなこともあるわけですよ。でそうなるとその日記が人気が出たからと人気が出て自分でじゃあ本にしましょうって言った時に自分に権利がないみたいなこともあったりするので、面積事項とか
あるいはプライバシーポリシーみたいなものっていうのは必要だということですね。とにかく読んでおいた方がいいものの一つですよね。そうそうですね。はい、ありがとうございました。時間になりまして、まだいろいろ聞きたいことあるんですけれども、ウィキペディア、そもそも、先ほど辞典が出てましたけどね、辞典と誤り率はほぼ変わらない 3% 前後ですか、なんていうのは調査結果も、海外版ですけどね、アメリカのウィキペディアとあったみたいですけれども、記述の正しさとそれから量の豊富さで、使われていると。皆さん方もまあそういうので、先ほど草川さんおっしゃったように使い方をいろいろと工夫して、そして使い方を間違えずにというんですかね、自分自身で良い使い方というのを、そして考えていただいて、学んでいただいて、そして、大いに使っていただき、またその偏見というのは持たずにですね、どういうふうに使えばよいのかというような、その良い方向への利用というものに使っていただければいいなというふうに思っています。次回の第3回の講演会は6月の6日に、ツイッターというんですかね、津田るの語源の一人でもありますけれども、津田の語源でもありますけども、津田大輔さんに来ていただいてお話をいただくというふうなことになっています。もし時間があれば6月6日またもう一回来ていただければと思います。今日はどうも、草川さんありがとうございました。